マンスリーええな。マンスリーだけマイケン買ったあっちの端の方とかも行ける、うん、あっちもありだもんね、うん、これはもう今日何時まで ?3 時までふふふ台車がちょっと帰りようというのも使ってへまあでもいや俺もすげえ楽だったよ、うんうん俺が前に行こうかこの上に置いてくわ何がこの上に置いていくわ勘弁してくれこれを置いてくれどれにしてくれわそれやっとけあいつどうやって行ったって泳いで行っちゃうんだよ沖のめちゃくちゃ釣れるあの堤防とかならまだしもここはちょっと違うだろうあの海じゃないぞサビキとか足元のせい海だったらめちゃくちゃ釣れそうなステージだよ、うん、そうそう海のなだいぶ沖にあるなんか普通だったら行けれない堤防にこうやって乗せてもらったらさすげえけど、うん、ここはもうここはちょっと厳しいなんかここじゃない、うん、ここにそこまで期待しないっていう、うん全然気配ねえ一応なんかポイって投げとくけどうんまあそうなるよなひたすらもうあのエイトトラップして守れよずっとなんか足元でエイトトラップしてるやつが、うん、浮いてくるまでなんかもう永遠にエイトトラップまあ仮についとったら追いかけてくるはずだけどうんそれでもな、まあ追いかけては来そうだけど、うん、やっぱ、ウッドはいいな、アクションうんやっぱプラスチックの方があの音がいいのあの、アクションこの広大な土地を大事になって、こんな贅沢なことね本当なめちゃくちゃ贅沢うさぎさんも、くれんかもしれんけど楽しいうんやっぱりね、自然はいいようん癒される早々に活気がねえんだねんうんまあ一応朝一だけ苦手なんとあとあ、ボイルしとるボイルしとるほんまハスが追われたほんまだそれと同じぐらいやっぱ、いやいいないいですな、ここはうんうんここはいいですわ夢が夢があるねだけど、水面完全なしってわけだねまあ今日坊主でも昨日40アップ撮るけいいかお二人とも40アップ2本でだけど、まあ、まあよしと仙台行けばボートがやめとこうかクソ引っ張られるなこれやめた方がいいやめた方がいいなめちゃくちゃ引っ張られるうんやりづらいなボートが引っ張られるのでやめましょうとなると結局これになるもっと戻るとえ、なんかついてきてるハスかハスちゃんでかいハスほら、ハスがんハス見たハスに入れてもらったお友達だと思ってるうんんまだ見てるいや、もうでも、おったんだなおったなうんはい、
弾いたよ。うん。俺はその辺に。はあ、はあ。あながち、この選択間違いじゃないと。生きられた。うん、あの、頭をね、カッてかじったけど、うん。なんかね、そんなでかくない。しかも、エイトトラップには、あの、反応せんかったわ。ほら、後ろ俺が。あ、ほんまだ、ほんまだ。見とる。リアクションで。おおお。食わん。めっちゃ、気になった。うんうん。でもね、見切っとるな。うん。ダメ。そっちだって食うかも。なんかね、気にはな、なんか逃げはせんねん。だまあ、多分30センチぐらいなんだ。そっちだったら案外。ただ、うん。かじったんだけど、頭をね、カンってかじって、やめた。あの、同じサイズ。友達と思ったのかな。多い。まあでも道具の影もあるけど、あ、まあ、上達はしてきよるよ多分。何やってんだよ。先生やって上達してんのか。やめてもいいよ。あの時間も帰ったな。うん。まあそりゃそうだろう。あそこしかできんかって。あの、あれなんだね。ダウザーの動画見てから、クベイトで撮ったりとか、する動画があるけ、うん、こっちも結構期待しとんだよね。しとったんだよね。まあでも確かに、朝なずみで食わんかって、こっち移動してみたみたいな感じか。うん。なくはね。ダウザーだってあの辺で、結構釣っとったよ。うん。すげえ。釣れんのに。うん。おかっぱで釣られるんだ。やはりあの人はすごい。これアップできんな。これ何が今回釣れんかったらな。今日ちょっとボツ動画アップできんの見たら絶対釣れん。まああのそういう人たちはそんなめちゃくちゃ下手ですよ。見たら絶対釣れますよ。まあな、見たこともないやつだよ。そんなこと言われたくない。そうやな、見たい。うん、見てから言ってくれ。うん、じゃあ本当に見たいやつだよ。見てから言ってくれ。まあ間違いない。まずはね、浮いてもらいたい。まずそんなにいいんだよね。まず見てみてもらっていいの。うん、本当に見たい。いや、そんなにリスランでもっていう、そういう時もある。じゃあ外見違いますよ。あいつら下手ですよ。そしてそれもまず浮いてみてほしいっていうのと、あとそれをね、おかっぱりから言うんだったら、まず自分がおかっぱりで釣っていてほしいな。うん、うん、釣ってない状態でそれはちょっと。当たり前って言ってた。後半に。うん。当たり釣る。それなのにな、浮いたら絶対釣るってディスっちゃうな。同じ状況じゃけ釣れてねえんだよっていう。見てみろよ。うん。じゃあそんなの今の時代に。そうそう。じゃあ、ただポイントの選択肢が増えるだけで。うん。こんな動画出したのに、あいつら笑われるの。見たら絶対。うん。まあでも。見たら絶対。うん。めちゃくちゃ下手ですよ。見たのに、全然つらい。うん。せめてな、1匹ぐらいはちょっとかんとな、2人で。うん、ちょっと絵にならないやな。うん、とは思うけど。うん、だが、なかなか大変だと思う。
戦闘の存在感をする人。4000もするルアー使って釣れるんだって。全てもう反応されて、うん、全て否定されてしまう、うんうん、値段の問題じゃん。1個4000のルアー使って釣れるん決まってる。値段の問題じゃない。そんなんやったらバラも 100% 釣れていけんようになる。1個1万円のルアーも使ってそんなん釣れるん決まってますよ。俺なんて1個20円のルアーも使ってる。課金ゲームじゃねえぞ。釣りは課金ゲームじゃねえ。あいつらは高いルアー使ってる。高いルアーにちっちゅうのルアー使ってる。ちょっとそこまで言われたら、ちょっと最後チューンドまで言われ始めたらちょっと心が痛むものが。確かにあのより有利なものを使っているのは間違いないけど。ルアーの選択で言われたらまあさあれだけど、タックルで言われたらちょっと、しかもあの安いビッグデータ、うん、400円だね、うん、600円ぐらいで売ったやつ、なんか謎のビッグデータとかやつなんて、まあ、1000円未満 の、 あのオリジナル、なんかどっかのオリジナル商品で、ディールはまあベイトっていうのは贅沢じゃけ、スピニングでなんかカリ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 っていう。あの480円とかで売っとる、680円で売っとる、そこら辺をね使っていただいて、うん、よくなロッドセット1480円とかロッドドリールと あれを使っていただいて、糸も最初から巻いてあるやつな。あれを使わねえや。取れ高なし。取れ高まずいね。なし取れ高。うん。まあ動画撮る人たちはね、みんな大変ですよ。会社まで買いそう。あれ買いそうって。会社まで買いそう。どうしたの？これか。いい日やった。春とかの雪はダメだなやっぱ。うん。春とか雪はまだ違うかもな。うん。食った。マジ。あ。来て。来てるけ。乗らん。うん。食ったな。うん、めっちゃくっそったガツンガツン、うん、あの同じぐらいの大きさのやつ。このブッシュも来たんじゃないか。なんか当たりすら何も感じない。でも一つ言うのは間違いなく今日一番反応しとるよ。どういうことだな。やっぱりね、釣れないときこそそういう釣りなんだよな。そうした今日一番反応したときうん残念だ。何も反応しないときこそやっぱりビッグベイトっていうのは強い。全然けどただ反応した。でも口は使わようるじゃん。あ、噛んだ2回噛んだよ。うん、噛む全然。まあ、あんま大きさ変わらんかったよ。最後に濁らん。うん。
寄せてくる。今めちゃめちゃ腹減っとるわけじゃねえけど。でも水上で食ったらめちゃうめ。うん。あれ？お、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 ナマ。あぶねえ。リアクションバイトしてきやがった。ナマさまが。あ、ナマズだった？ナマズナマズ。だけど、あの、いや、よかった。すごいね。ナマズを反応。ビッグベイトをナマズで釣るっていいじゃん。ナマズを反応させたら。ふん。ぬるぬる。か。かんぶ。バナ。やれやれやれ。ふふふ。魚っけー、マジ。流れ込みしかダメなんか、ここ。これ何がええって言ってジャバロンがいいよな、これ。ジャバロン。後ろの。あ、ジャバロンつけ、ドッキリさせてんの。そうだよ。ジャバロンなんかつけたら、余裕でしょ。余裕ではねえだろ。これジャバロン、ほんまよくね、後ろの。素晴らしい。ジャバロン最高やん。純正のは。え？純正は長ついてる。ジャバロンっぽいやつがついてる。純正の。ごくごくありふれたって、うん。いや、こっちの方がええじゃん。うん。もうジャバロンね。いや、ジャバロンだったら、水面とか、ゆっくり引くのとか、できんが。このジャバロンを、これはジャバロンを引き立てるためのデュラゴンだっけ。ジャバロンをレンジキープするためのデュラゴンだけど、これボール姿勢がこれ垂直ボールが素晴らしい。うん、今勝つも何だったっけ、今勝つじゃない、これ。え、ジャンプリスタイル。あ、リスタイルってことは何件、なんかこのビーブル何分かやな、かな。うん、分からんけど、この可変アームになっとるけど、ボールの時にこう。それビーブルじゃねえの？分からん、分からん。うん。今勝のシェルのやつ何だったっけ？あれは、あれ、なんて言いましたっけ？なかなか結構名前覚えれんよな。もう、年だけやん。年のせいなんかな。ジンクス。あ、ジンクス、ジンクス。ジンクス2。ジンクス2。ジンクス2。うん、ジンクス2。あ、そっか。え、別に。深いけどな、うん、ここなんてめっちゃここ行けそうね。頼みますよっていう感じだな。この辺はちょっと切れそうなの、うん、この辺は。それ昨日さ、なんかだんだん昨日ダブルスイマーでシーバスを釣った時の話をしょうたらさ、気になってきてさ、調べたらさ、フィッシングジャパン編集部がなんか去年の記事でさ、シーバスもなんか何興味でリアクションバイトしてくるけ、餌関係なく、でかいシーバス、あ、でかいビッグベイトでシーバスは釣れると、常識はもう今は変わっているっていうこと書いてた。この城釣るわけじゃないの。なんか興味でも食ってくるだし、2、3センチの、うん、でもその代わりちょっとそこに書いとったのは、条件があって、2、3センチとかの、うん、なんかボラとかの稚魚だったりとかを食い上げとる状況で、うん、で、何使っても釣れない状況で、うん、ああ、そういうこと。でかいもの、この目立つが、目立つ系、そのフラッシングとかのやつで、そっちに興味を示して、そういう時ぐらいしか、まあ、ちょっと釣れないよみたいな、うん、まあ、こと書いとったよ。それかこの城パターンか、うん、じゃけ別にフィールド関係なく年がら年中ビッグベイトで別にシーバスは釣れると、まあ、一応書いとった、まあ、なくは、うん、ただまあ、それをね、読んでな、思ったのがさ、ちっこいやつをさ、うん、めちゃめちゃ食い上げる時に使っとったんだから、うん、まさにその状況だったのよな。ベスト
ベストマッチだったっていう、あのフィッシングジャパンの言うとるやつとめっちゃその状況で釣れとる、正解だったその経験があるけさ、フィッシングジャパンのその記事、うん、めっちゃなんか染みたよ本来だったら何書いとんなって思っとったかもしれんけど、実際一回釣れてしもうとるけ、うん、俺らの中では流れ込みじゃねえ、トラッキングだ、トラッキングだなんかすげえかっこいい動画にしてほしいな。何がすげえ、すげえなんかすげえなんかかっこいい動画、なんかおしゃれな、なんか練習にして、けど結果ただドラッキングしてちょっと違うすげえなんかなんかちょっといろんなシーン撮らんだけど、あの投げたあの水しぶきがプシャッとなったらああいうシーンとかもちょっと撮っとか、いやでもそれしかねえよそのシーンしか見せ場ねえ、あとずっとこの映画この映画流れるだけ、そう、俺とかあのスキッピングするし、なんか スローにしたり、うん、スキッピングをスローにしたりとかして、うん、で音楽もなんかして、洋楽のなんかちょっとかっこいいやつ、うん、なんか結果ただなんかこう、うん、途中からずっとこうやってただずっと音だけに、うん、ボート動くあの職人が JB でも禁止されているテクニック、うん、超高度テクニック、ドラキングいや職人がさ、あの魚をさばく動画とかでからさ、うん、後ろでなんかあの水とかの音がちょろ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 流れおる、うん、そういうのは苦かった、苦かったか、なんかでも上がってきてる、あれこれはね、さすがに違うか、うん、さすがに違ううん、これはさすがに違う、これ魚だったらでも7丸だよモンスターバスよ、うん、さすがに違う、うん、なんか木かなんか、でも寄っては来とる、うん、バスだったら、うん、バスだったらやべえわさすがにね、うん、さすがにわかる、なんかあの、うん、動く感じがね、うん、ちょっときついマジだったらもうあの動画完成だった、そうだなドラッキングはドラッキングとは最強のテクニック、近代のテクニック、うん、ドラッキング、うん、近代がなんか最強じゃないと思ってる、この動画を見てから言ってください、うんうん、そもそも JB で禁止されてる禁断のテクニック、でもまあ普通に琵琶湖とかではあるテクニック、うんうん、あるだろう、それはドラッキング、うん、なんでそだって大体なんかあのクランクとかの説明でドラッキングでは 6m 行くとかなんかある時あるが、うんうんうん、ドラッキングってやっぱみんなやってんの、ただあの、うんうん、JB のルールでは禁止なんだけど、うんうん、普通のなんかメジャーフィッシングでは、うん、別に普通の常識の常識でまあでも俺でも普段から日頃から移動するときやっとるやん僕は普段からドラッキングを意識しやべえ、いやでも本当になんかたまに釣ったじゃないけどまぐれにはなるけど、うんうん、あれ釣れとるっていうことがちょくちょくある前回ハトバラン来たときはまああの、まあ、ドラッキングして、まあ、うん、風が高かった、うん、そうそう、あの時火星も高かったし、あこれで釣れるだろうなってやっとるけどなんか船用意しとった、うんうん、それはまあ入り口だろう、入り口っていうか流れ込みというか、流れ込みっていう言えるものかはわからないけれど、声かけられたら嫌なことないと思う、ドラッキング恥ずかしいことじゃねえから確かそもそ も, もうそもそも恥ずかしい、そもそも恥ずかしいこと、なんか恥ずかしい前提に話が進みよったけどせこいせこずりだ、せこせこくはねえけどな、別にそんなむちゃくちゃ釣れるようなもんじゃねえしドラッキングドラッキングで釣れたんだろうな、これもしかして釣れとるやんけドラッキングで
ヒデ君、奇跡が起きたよ。奇跡起きたよ。しかもまあまあ引くし、釣れなけんか。釣れなけん結構引くし。うわ、しかも怖いとこかかってんだこれ。あれあれあれ。何何？あ、それ？怖いとこかかってるわ。手に刺さるわ。怖いな、怖いな、怖いな。針一本。ちょっと怖いな。どうもしたの？これね、バス持ちしたの。こんな暴れる。怒ってる。それはまあそう。よいしょ。ああ取れた。かわいい。こんなに苦戦したのになんか。しかもなんか、スレ、スレ。スレだな。ディープシックス。ディープシックスやるな。ありがたいな、顔が見れて。うん。じゃあ。うんうんうん、逃がしてあげよう。うんうん、40ちょっとやばいぐらいな。40はない、3号ぐらいはない、うん、ミラクル、ミラクル、ミラクルあるな。ミラクルがあったな。ディープシックス、おい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 、面白かったな。それとのこれで動画あげるんだ。ボツにならんかった。まあボツにはもともとせんけど、あの魚の画像も、うんうん、ディープシックス。それ何？あ、結構いいよ。何それ？ディープシックス。ディープシックス。ディープシックス。うん。6メーター。うん。じゃあ、あの明日の秘密兵器みたいな。うんうん。これ50アップだったらもっとすごかった。うんうんうん。でも面白いのが撮れた。ドラッキング回、うん、でもまあ正解ではあったわ。あのそうだな、やっぱ秋のディープクランク、うん、あながちやっぱ間違ってもない。旗原イコールドラッキングなんかな。今日でもだって これのドラッキングでめちゃめちゃ釣れたけど、今日はダメだけど。ああ、嬉しい。嬉しい。うんうん。嬉しい。まあ何にしても、何しても釣れたのは、いや嬉しい。本当に嬉しい。本当に嬉しいよ。流れは良かった、ね、うん。釣れる、釣れるに決まってるだろうって。JB、JB では禁止されてる、気軽な技だぞみたいなこと言っとって。うんうん。来たはず。うん。でも禁断、本当に禁断の技だ。だけどそれは JB 禁止されるわ。こんな状況でも一匹釣れるぐらい。うん。すげえ技だ。